つでも大丈夫です、はい、家事円感覚の講座を担当しております高島です。よろしくお願いします。僕は運送業のベースを持って、今粗大ごみの回収、リユース、リサイクル、そんなような仕事をしております。今皆さん年間でこの日本で粗大ごみがどれぐらい捨てられているでしょうか。260万トンもの粗大ごみが捨てられています。僕はその2割の粗大ごみを流通させようと日々格闘しております。で、今回の価値変換額、どういう意味かというと、今捨てられているいらないものをいかに価値あるようなものに変えていくか、そんなようなことを皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思います。例えば一つ、これは衣装ケースです。衣装ケースから、破砕されたプラスチック、こういったものをいかにきれいにかっこよく見せていくか。で、これも発泡スチロールです。発泡スチロールを溶かしてインガットに変えたものです。他にもですね、普段はゴミいらない、捨てられてる、臭いというふうに言われているものをいかにきれいにかっこよく見せていくか、いかにそこに付加価値をつけるか、そんなようなことをですね、皆さんと真剣に議論しながらやっていきたいなというふうに思います。今回の講師陣はですね、本当に実際にリユース・リサイクル業界で第一線で活躍している骨太の人たちを集めました。そういった人たちと本当に議論をするだけではなく、学術を学ぶだけではなく、実際に本当に変えていく、実践していく、そんなようなことをやっていきたいと思います。優秀で社会を変えていきたい、熱い思いを、そんなようなことは持っている方と一緒に社会を変えていきましょう。よろしくお願いします。